今回ですね、実際に採用するにあたってどんな選考方法をしていった方がいいのか、もう本当どこでも多分導入できて効果があるもの、本当はちゃんとがっつりですね、選考ってたくさんありますんで、その中でこのやつをやってくださいっていうのがあるんですが、それよりまずですね、とにかくこの2個だけ入れれば効果あるよっていうふうなものを紹介しようかなと思っております。こんにちは、西木部製作所の西木部光義です。こんにちは、稲田社会保険労務事務所の稲田です。はい、本日も稲田先生に採用に関してお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1回目 と,、2回目でですね、まあ、給与とか最低賃金のお金の話を教えていただいたんですけども、はいはい、今回ですね、では実際に、採用するにあたってどんな選考方法をしていった方がいいのかということで、何か2つ入れるといい人材に、よりいい人材に出会えるというような選考方法があるとお聞きしたんですけども、はいはいはい、こちらに関してちょっと教えていただけますでしょうか。はい、もう本当どこでも多分導入できて効果があるもの、本当はちゃんとがっつりですね、選考ってたくさんありますんで、その中でこのやつをやってくださいっていうのがあるんですが、それよりまずですね、とにかくこの2個だけ入れれば効果あるよっていうふうなものを紹介しようかなと思っております。はい、で、早速なんですけど、答えを言う前にまず、西木製作所の方でのその選考フローっていうのを、まあ、今ね、別に直近でこう求人してるわけではないと思うんですけど、今までどういうふうな選考フローやってたかと、一応ご紹介というかご説明してもらってもいいですかね。はい、新卒の場合はですね、まず工場見学に来ていただいて、はい、その後に、書類などの、履歴書などの書類を送ってもらう、うん、でその後、ウェブ上の適性試験を受けていただいて、うん、一次面接、二次面接、三次面接までやって、その後、体験入社という形で2日間お願いするという形になってます。はいはいはい、選考を数えるとまず1個目が、工場見学で、2個目が職類選考ですね。はい、で3つ目が、まあ、ウェブの適性試験 SPI をやられてて、で、はい、面接がさらに3回なんで、この時点で6回選考があり、はい、さらに最後体験入社で7個あるというような形なんです。はい、まあ、これがですね、うちがおすすめするフルコンプリートなんですよね。フルコンプリート、はい。はい、まあ、7回も選考するっていうのが、まあ、これを本当におすすめしてます。ただ結局選考って回数重ねればいいわけではなくて、それぞれ見るところが違うっていうのがすごくポイントで、例えば SPI とかそのウェブでの、ね、適性試験と当然面接では見るところがやっぱ違うんですよね。なので、ただ単純に面接を7回やればいいかっていうと、そういうわけでもないですし、うん、まあ、最近面接3回じゃなくて2回っていうところも結構ありかなっていうふうには、うん、思ってはいますが、理想はでも3回では、うん、あります。で、ただこれ全部導入するの結構大変ですもんね。最初、ね、多分今までやってないんだったら、はい、でよくあるのが一番これダメなやつね、ダメな例が、では募集求人して、で、履歴書を持参してくださいとか、あ、で面接をその場でやるっていう風な形で、面接1回で合格決めて終わりみたいな、うん、あと特にそれが、院長がね1人で面接して、でその1回の選考で終わるって、もうこれ最悪な例ですね。はい、うん、これすると基本的にはもうやっぱ採用失敗するのは当たり前です。というのも、まあ、面接の時に履歴書を持ってこられても、まあ、その場で読みながら、中に書いてるのを頭で理解して目の前に人がいるのに、でそこで適切な質問をする、まあ無理ですね。はい、事前に本当はちゃんと書類読んで、でこういうとこ聞こうかなとかっていう準備がやっぱりいりますから、まあそうやって面接の日に初めて書類持ってくるようなことしたら当然アウト、うん、っていう選考もあるんですけど、まあ、話をね冒頭に戻しますと2つですね、入れるべきものっていうのをちょっとご紹介したいと思います。その一つが、はい、もう実は錦部さんとか入ってるんですよ今の中。だから答えあったんですよね、1個目と7個目。1個目と7個目、はい、工場見学、はい、と体験入社ですか。はい、その2つですね、うん、まあ、職場見学っていうふうな形で考えていただければ OK ですね。ですから実際 の, そのポイントはこの応募前に見てもらう、うん、で職場の雰囲気の分かった上で応募するかどうかを決めてもらうっていうのはものすごい実はこれ大事で、うん、でこれをせずにいきなりじゃあ面接、まあ、正式応募だけを受け付けるっていう風に
にしておくと、応募した時後にその面接の時に初めて職場来て、いやなんか違うなみたいなこと結構あるんですよね。だからそしてまあ例えば1回の選考だったらそこで合格って言われて、まあとりあえず一旦入ってみたけどやっぱ違うと思って辞めるとか、うん、いった形があるので、正式応募前に職場見学を入れて、でそこで良かったと思ったら応募してくださいっていうふうなまず流れ、うん、だから、うん、履歴書も書かなくていいし、職務経歴書も書かなくていいし、まあ、本当フォームだけですね、ホームページ上のエントリーフォームでもいいですし、電話でもいいですし、それから、職場見学の申し込みをしてもらって、で、来てもらう。で、実際、ただこれ来た時に、こっちは結構見てるんですよね、ちゃんとね。なるほど。うん、どんな人か。まあ、当然見ますもんね。で、話もするし、説明してる時のその相手の態度とかで、結局コミュニケーション力っていうのはその面接の場だけじゃなくて、そういう職場見学のまでも見られますから、うん、まあ、むしろそっちは見やすいかなぐらいの形では、うん、あります。こっちは一方的にずっと喋るんじゃなくて、ちょこちょこ例えば質問したりとかね、うん、そうそう見学させながらしてみたら、でそこでいろいろやっぱ分かりますんで、うん、で面接っていうなんか応接室とかそういう、まあ、まあそういう場所で、面接してもやっぱ向こうも身構えてますんで、なるべく素を出すためには職場見学っていうのをうまく導入して、であとは本当にその応募者にとってもめちゃくちゃいい制度でして、で、うん、そうそう応募前にやっぱ分かった方がいいですしね、中見て、そうそう、応募しないっていうのは本当、ある意味 OK な感じ。だからこれはまず導入、もうすぐできますもんね。選考の前に、はい、ご希望だったら職場見学を受け付けてますって書くだけ。で、中には職場見学しなくていけない、応募してくる人もいるんですけど、まあ、職場見学をちゃんと導入した上で、直接そうやって応募してくる人っていうのは、あんまりいい人じゃない時が多いです。逆、うん、結構、だから合格しない方が多いですね。うん、ただまあどうしても遠方とかでその遠いからっていう形で、それはしゃあないですけど、うん、ということで職場見学をまず導入する。それでもあと2個目ですねに関しては、もう最後に言われてた体験入社ですね。もうこれ、まあ、体験入職とかね言うかな、医療系だったら。で、これはもう間違いなく導入した方がいいですね。逆にこれしなかったらダメかな。どっちかというと職場見学と体験入職だったら体験入職の方がもうおすすめです。はい。で、先行してもう OK だなと、大丈夫だなと思っても、あとじゃあ1日とか2日とかですね、理想は2日ですけど、まあどうしても2日無理だっていうんだったらまずは1日でもいいし、でそこで、実際に働いてもらう、でそこでその1日を通してその人を見るっていうチャンスがありますん でそこで、見てね、で仕事本当にちゃんと覚えられるかなとか、教えたことをどうやってメモしてちゃんとそれを、実際にやらせてみたらできるかなとか、いったことが試せるんですよね。でこれせずにやっちゃうと、じゃあ面接で座って私できますって言ってそれ信用して、で実際に入れてみたら全然できないじゃないかみたいな。でこれ採用した後にそんなもの気づいたら今度本当に大変なので、じゃあ試用期間で切るのかって言ったらね、お互いにとって良くないので、で、それはもう本当に選考終わって OK だったらもう体験入職一回してもらって、でそこでお互いがですね、歯科医側だけじゃなくて向こうも OK っていう風なことがやっぱり大事で、あっちもだからこういう風な職場と思ってても実際入ってみたらめっちゃ感じ悪いスタッフがいるとか、なんかおつぼねさんみたいなね人がいて、なんかもう本当すごく働きたくないなと思ったら全然そこで辞退してもらって OK なんですよ。で本当に採用して、で入った後に辞められたらもうめちゃくちゃ痛手ですからね。求人した時間無駄、やり直しですしね、採用に使った時間も無駄、うん、さらに入った後に教育した時間も無駄みたいな形になりますから、必ず入職体験入職というのを入れて、そこでやっぱり見て、でお互い OK と思ったら、で初めてそこでも内定といいますか合格というふうな形。これだけです。選考で本来ですね、一番最もその人を見抜ける選考というのは体験入職なんですけど、で雇用のミスマッチとかやっぱ起こってるんですけど、だそれもやっぱ結局はこういう選考してないからですよね。お互いがだからそう思ったものと違うみたいな、うん、雇う側もこういう人と思わなかったとか全然できないじゃないかとか、で逆に働く側としても全然こんな職場と思わなかったみたいな、うん、その採用した後に辞めさせるとか辞めるっていうのがものすごい実はその損失っていうのに気づいていただければ、体験入職ぐらいは全然ねいけると思います。でよくある質問としては、そのじゃあ給与どうするんだみたいな、お金そうそう無料ですかって言うんですけど、まあ、基本的には1日の、ね、バイト代という形で、上げた方がいいです。労災保険とか適用されますんで、うん、いざそこなんか怪我とかしてもお金上げてないと結構面倒くさいですから、
はい、なんで、給与として。前回のそれが最低賃金があれですね、役立ちますね。ああ、そうですね、前回の動画とかもね、見ていただければまたなんですけど、うん、その辺はね、必ず社労士さんに一応聞いてみて、顧問の社労士とかに聞いて、うん、1日のバイトみたいな形で入れるだけですから、日雇いのバイトですね。うん、で、まあ、あとはもうやらなかったら、それは失敗するんじゃないっていうふうに私は思いますね、もうこういう。うん、大事ですよね。大事ですね。求人を止めるって本当でかいことなので。うん、だから求人止めずに、その、まあ、体験入社中も一応求人進めといて、で、それが OK 出たら、しかも内定承諾書を渡して、で、書類上向こうが最後印鑑とかね、押して郵送してくれたら、そこで初めて求人終了ってすると。うん、これを本当、うちの顧問先とは結構徹底させるぐらいの形で。そうですね。うん。やってますから、逆に言うと変な、あまりも変な人は普通入ってこないっていう状態では、うん。そうですね。実感してます。うんそうステマみたいな、はい、いやいや、まあ、でも本当大事だなと思います。なんか実際どうでした、職場見学とか体験入社してて、なんか過去にいた人とか、まあ、言える範囲ですけどね、 YouTube なんで、まあ、そうですね、今ちょっと言ったようにお断りされる場合も実際にあったんですけども、うん、まあ、ああでもそうだな、お互いになんかちょっとやっぱりそういう雰囲気はあったなとかってなりますし、うん、やっぱり皆さんおっしゃったように、ちょっとやっぱりこう素の自分であったり、コミュニケーションもまた面接と違うものが取れるので、うん、いろんなことがお互いに分かりやすいなっていうのは実感してます。そうですよね、はい、では本日は選考に入れた方がいい2つの方法というのを、教えていただきました。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。